この辺じゃちょっと分かんないけど、あのね、アイドリングの症状が、アイドリングがめちゃくちゃ不安定で、すごくね調子が悪い。今ねこの車、モビリオスパイク16万キロなんだけれども、とうとうですね、この症状が来てしまいました。ここね踏み込むとね、このノッキング、ちょっとこのビデオじゃ分かりにくいかもしれないですけど、こう踏むとガックン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 なるんですよね。ちょっと、これね、点火系を疑う必要があって、まあ、ほとんどの場合がイグニッションコイルのね不良だったりします。まあ、まれにプラグ、まあ、プラグの場合もあるし、まれにコードとかの、ね、場合もあると思うんですけども、まあ、コードの、ね、断線とかはまあめったに、ね、僕は経験がないんですけど、だいたいイグニッションコイルがいかれてます。目で見て分かる場合と、ね、リークしてて、こう漏電してて、漏電してる部分が分かる場合と、見た目でも全然分かんない場合があります。なのでですね、インターネットでですね、もうあらかじめ中古品をですね、4本買っときましたんでですね、後でですね、休憩時間に取り替えたいと思います。これね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、音聞こえないかな。ね、踏み込むとね、こうもうガクンガクンこうノッキングする感じなんですよね。このちょっとタコメーター見ても、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあ、ガク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 してます。まあ、とっても調子悪いんでね、まあ、おそらくイグニッションコイル、まあ、見てわからない場合も結構あるんで、一応ね、まあ、見てわかれば、まあ、わかんなくても4本とも取り替えたいと思います。中古品にね、まあ、その中古品も果たして絶対大丈夫かどうかわからないですけど、この後ですね、取り替えていきたいと思います。仕事の休憩時間なんですけども、今ねショッピングセンターに来てですね、この安物のボックスレンチ、これだけですね使うのはね、でね、そのガックンガックンってなるね症状ですね、フィットとかも共通だと思うんですけれども、このエンジンですね、VTEC エンジン L15 ってやつですね。 L15 型のエンジン、これね、本当もう俺3台ぐらい乗り継いでるんですけど、とにかくこのイグニッションコイルがダメになる、もう毎回毎回そうですね。今回もこれ16万キロなんだけれども、この VTEC エンジン、まあプラグの可能性もあるんですけど、まあ、基本的にはこの、まあ、だいたいね毎回そのイグニッションコイルがダメになるのでですね、これからね変えていきたいと思います。まずですね、このねアクセルワイヤー外します。10ミリの10ミリのねボルト2本で止まってます。まあ、これついててもできるんだけど、だけど、まあ、外した方が、まあ、やりやすい、よりやりやすいんでね、外しちゃいます。こんな感じでね取れます。そしたら次はですね、これカプラーですね。これちょっと、まあ、見えにくいんだけど、爪を押しながらですね引っ張ると、このイグニッションコイルに刺さっているカプラーが外れます。なんでそれをねみんな4つとも外しちゃいます。見えないから出すんだけど、ちょっとカメラ持ってると難しいな。これですね、ここをグッと押しながら引っ張ると、押しながら、ちょっと片手だと無理だけど、押しながら引っ張ると外れます。これ、こんなんね、これです、外れます。4つあるので4つあとも外します。Thank you.
ラーの元になっているこのプラスチックの部分、これもね、あのここ引っ張りながら外すと外れるんで、これも外しちゃいます。外してからカプラー外した方が外しやすいかもしれない。これですね、わかるかな。でこれがイグニッションコイルですね。でボルト1本で止まってるんで10ミリの、これもね取ります。5ミリのボルト1本で止まってます。これを取ったらもう取れます。引っこ抜けば、いいよ、映ってるかな。はい、出てきましたね。はい、これがねイグニッションコイル純正品ですね。日立のものですね。でこれ1本1本ね、とりあえずね、あの、まあ、動画撮るためにね取り替えちゃいます。でこれ、まあ、あの古いのとね、あの分からなくならないようにしないとですね。そしてプラグですね。プラグは、このプラグレンチを使いますね。でプラグレンチとこのエクステンションの間にこのユニバーサルジョイントをつけると非常に取りやすくなります。こんな感じですね。よいしょ、これこんな感じですね。こうするとこの狭いところにも、まあ、入れやすい。映ってるといいんだけどな。ちょっとね、確認がいまいちできない。はい、プラグ取れました。こんな感じ。でこれはね、あの純正で元々イリジウムのプラグ、いいプラグが入ってます。まあこれとかもね、ちょっと見てもねいまいちわからないけど、多分プラグは生きてる。大抵今までの経験からいくと、あのイグニッションコイルの方がダメになってて、プラグが生きてることが多いですね。見てもわかんないんですよね。だけど今ね、あの、5000キロぐらい走ったイリジウムプラグがね、あのあるんで、そっちにとりあえず取り替えます。こいつですね。これ中古品ですけど、あの別のやつね。これは、まあ、インターネットヤフオクで買った、一応ね本当かどうか分かんないけど、2万6000キロというものですね。なんで普通で言ったら全く問題ない、ね、2万6000キロが本当ならばこれに付け替えます。こんな感じ。
じですね。こういった感じで、ね、ボルトを締めて、あとでカプラーをつないで、最後にアクセルワイヤーを戻すと。これね、まあ、ちょっとこの後、割愛するかもしれないですけど、こんな感じでね、この4本全部やります。よいしょ、いい感じですね。映ってるかな。見てもわかんない、わかんないよね。見てもわかんない。純正はね、NGK ついてたんだけど、今度ね、デンソーのイリジウムですね。これはもともと純正がイリジウムなんでね、これイリジウムを使った方がいいと思います。仕込みすぎるのも良くないと思います。多分ね、プラグは問題ないと思う。多分そしてこれね、新しくねえけど新しい、まあね、中古で買ったものをつけてみます。ないかな。ちょっとね、カメラ見てらんないんだけど。よし。そしたらですね、外したボルトを止めていきます。そしたら、カプラーを、ごめんね、ちょっとよく見えないんだけど、これもカプラーをね、戻していきます。見えるかな、カプラーをね、これか、これ見えるかな。これこういった感じで、カチッとはめていきます。あれ、4つ、必ず4つね、間違いなくカチッとなるまではめていきます。付け根の方もね、こうやってカチッとはめて戻しますね。はい、それであとはアクセルワイヤー戻して終わり。映ってるかな。でね、アクセルワイヤーね。
です。結構ねこの休憩時間にバババッとできるぐらい、最初初めてやる人はねちょっとえってなるかもしれないですけど、まあ、ゆっくりやれば全然問題ない作業です。僕ねこれ何回もやってるんでね、だいたいこれ壊れることが本当に多いですね。はい、これですね。まあ、プロが見ればわかるのかもしれないけど、まあ僕が見てもちょっと全然わかりません。ね、モビリオの時は一回ボキッとここから折れてた時がありました。もう折れててもやっぱりダメ、全然ダメな症状が出ますね。でこれもなんかどっか漏電してる感じとかは全然わからないですね。でプラグですね、プラグも見た目ではもうほぼわからないね。まあわかんないね。だからまあこれで症状改善するかどうかまだ走ってみないとわかんないですけど、とりあえずね、まあここが要はノッキングとかね失火のような症状があったら、まずはこのイグニッションコイルね、こいつをやっぱり疑うっていうのがね一番やっぱり先決かと思います、このタイプの車は。でこの VTEC エンジンの方はね L15、 これはね後ろの4本なんですけど、モビリオフィットのね、8本のタイプあります。IDSI かなは、後ろ4本前4本でね、プラグも8本、イグニッションコイルも8本で、こっち側とこっち側のイグニッションコイルタイプが違いますね。だからね同じの8本買っても合わないですね。で参考までにね、僕モビリオも乗ってたんで言っておくと、モビリオもね痛むのこっち側です。こっち側リア側がもう今まで全部リア側ですね。こっち側がダメになったことがない。モビリオとかねフィットのね IDSI っていう VTEC じゃない方のエンジンはこっち側はこのカバーを外すと4本入ってます、この下に。4これをね簡単に、透明のボルト2本で止まってるんで、これパカッと外れるんで、これは入ってないけどね、これはこの向こう側の4本だけなります。 VTEC はねこんな感じでね取り替えると、まあちょっとね、こうやって走ってみて挙動を見てみたいと思います。はい、グニッションコイルとプラグ両方変えてですね、とりあえず試しに走ってます。全然スムーズになりましたね。やっぱりね目で見てもプラグが悪かったのかイグニッションコイルが悪かったかどっちかっていうのはねちょっと今回は分かりませんでした。まあねどっちかであることは間違いないですね。これだけ走りが良くなったんで、モビリオスパイクフィット、その辺のですね、VTECIDSI、L 型、要はホンダの L 型のエンジンですね。に、でね、ノッキングだとか、ガツ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 こう失火してるような、こう失う日と書いて失火ね、失火してるような感じの症状が出たらですね、まずイグニッションコイル疑ってみるのがね一番だと思います。ほぼね、それイグニッションコイル、まあ、中古でもね、新品でも社外品みたいなの出てるんですけど、社外品今までも何度もか買ってるんですけど、すぐダメになったことがあります、事実で。なのでですね、低走行、まあ、それを信じるか信じないかはあれなんですけど、新品で買うとめちゃくちゃ高いんで、純正品は。なんで低走行の純正品、低走行、まあ、割と低走行、まあね、5万キロ以下とかね5万キロ前後のね、中古品が手に入ればね、それが一番いいんじゃないかと思います。社外品はねやっぱりちょっと悪い場合、ダメな場合がある、外れがあるですね。なのでですね、今回はですねイグニッションコイルとモビリオスパイクですね、ホンダモビリオスパイク L15 型エンジンのイグニッションコイルとプラグを交換して、ノッキングを解消するというですね、動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。